ボディカウントはアメリカ合衆国出身のハードコアパンクバンド。1990年にラッパーのアイスティーが高校時代の友人たちと結成。作詞をアイスティー、作曲をギタリストのアーニー・イージーが担当している。デビューアルバムに収録した楽曲コップキラーで物議を醸したことが知られる。ラッパーとしてソロ活動をしていたアイスティーが クレンショー高校時代の友人たちと1990年に結成。オリジナルのラインナップは、アイスティー、アーニーシー、ムースマン、ビートマスター V、D ロック G エクスキューショナーという全員黒人の構成であった。1991年5月、アイスティーはソロアルバム OG オリジナルギャングスターを発表し、バンド名と同名の曲を収録してこのバンドをデビューさせた。 また、アイスティーとボディカウントは7月から8月にかけて、ロラパルーザツアーに出演した。1992年にセリフタイトルのデビューアルバムを、アイスティーが契約していた、サイアーレコード、ワーナーブラザーズレコードよりリリース。同アルバムに収録されていた、警察批判の曲、コップキラーが物議を醸し、最終的にバンドは、同曲のアルバムからの削除に追い込まれた。また、 アイスティーのソロおよびボディカウントとサイアートの契約も解消された。1993年、ボディカウントは、ジミヘンドリックスのトリビュートアルバム、ストーンフリー、エイトリビュート2、ジミヘンドリックスに、ヘ、hey! イ、ジョーのカバーで参加した。1994年、セカンドアルバム、ボーオン、デッドをバージンレコードよりリリース。1996年、 ベーシストのムースマンが脱退し、代わってグリーズが加入する。またドラムスのビートマスター V が白血病で死去する。1997年、ビートマスター V の遺作となるサードアルバム、バイオレントディマイズがリリース。2001年、グリーズが脱退。同年、イギーポップのツアーに帯同していたムースマンがロサンゼルスで銃撃を受けて死亡。2004年には、 リズムギターの D ロックがアクセリンパッシュで死去し、オリジナルメンバーはアイスティーとアーニーシーの二人だけとなった。2006年、ボディカウントは9年ぶりとなるフォースアルバム、マーダー・ホー・ハイヤーをインディーレーベルの SKIP ・ミュージックよりリリース。新たなラインナップはドラムスの OT に加えて、ベーシストにヴィンセント・プライス、リズムギターにベンドリックスが加入している。しかし、 この後バンドは活動休止期間に入る。2014年、復活作となる8年ぶりのフィーフスアルバム、マンスローターをスメリアンレコードよりリリース。ドラムスが、イル・ウィル、リズムギターが、フォアン・オブ・ザ・デッドに交代していた。2017年、シックスアルバム、ブラッド・ラストを、センチュリー・メディアレコードよりリリース。本作には、デイブ・ムステイン、マックス・カバレラ、ランディ・ブライが、 ゲストで参加している2019年8月時点ありがとうございます。